毎朝、御神渡りの観察を行っている地点です。今日は今のところ、真冬日かな。で、氷溶けた形跡はないですね。そこ、白い気泡みたいのが溜まってますが、これ天然ガスが氷に閉じ込められたもの。もっと大きいものは釜穴って呼びますけどね。